三友人氏は、日本の情報学者。早稲田大学大学院アジア太平洋研究課長、教授。早稲田大学デジタルソサイティ研究所長、情報通信学会会長。神奈川県生まれ。1979年、横浜国立大学経営学部会経営学科卒業。筑波大学大学院環境科学、研究科環境科学専攻修士課程終了後。 1986年日本、学術振興会特別研究院。1987年筑波大学大学院社会、工学研究科博士課程単位習得満期大学。1988年名古屋商科、大学専任講師。1992年豊橋技術科学大学で、博士取得、日本地域学会奨励賞受賞。 同年専修大学小学部助教授。1998年専修大学小学部教授。1999年郵政省郵政研究所特別研究官。2000年早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授。2001年早稲田大学プロジェクト研究所所長。2003年国土交通省国土審議会専門委員。 2004年総務省情報通信審議会専門委員2006年 IT ヘルスケア学会会長2007年ストックホール無償科大学客員教授2008年日本地域学会論文賞受賞2009年早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授同年情報通信月間推進協議会会長表彰情報通信功績賞受賞 2012年電波の被総務大臣表彰受賞。2016年早稲田大学デジタルソサイティー、研究所長。2019年早稲田大学大学院アジア、太平洋研究課長、情報通信学会会長。総務省情報通信行政、郵政行政審議会委員、インターナショナルテレコミュニケーションソサイティ副会長、内閣府高度情報通信ネットワーク社会。 推進戦略本部委員なども務めた。ありがとうございます。